とどめだ、オルフェー。ラダマンティス、お前の相手は俺がしてやるぜ。こんなところまで来るとは。勝機はただこの一瞬、食らえハデス。そうはさせるか。あった、お前の相手は俺だと言ったはずだ、ラダマンティス。聞け、オルフェ最後の調べよ、ストリンガーフィーレ。散れハーレス。それでは今見たあのハーデスの姿は一体。オルフェ、後ろにラダマンティスが。おっと、お前たち動くなよ。撃てばオルフェの体も貫くことになるぞ。さあ、パンドラ様やミーノス、アイアコスを元通りにしろ。誰が。ストリンガーフィーレ。何？せいや、僕もろともラダマンティスを倒せ。オルフェー！ためらうな。僕はどうせもう助からない。ラダマンティスを倒してハーデスを追え。小作な真似よ。せいや、早く、僕の命を無駄にするな。バカめ、パンドラ様たちを起こさぬとあればこのまま殺すまで死ね。せいや。何か他に方法は。迷うな聖夜、セイントならばやるべきことは一つ。分かった。ペガサス流星剣。アテナを頼む。アテナを。オルフェ。オルフェはもうこと戦いのためなんかに使わなくていいんだね。そうさ、これからは星になって。愛の歌だけを奏でるがいいさ。夏の夜空、ことさの方角に耳を澄ませば聞こえるというオルフェのことを。ラダマンティス、お前は不死身か。何をしようか。お前らごときひよこの剣などこの俺に通用するか。さあ、送ってやろう、無駄死にしたオルフェのもとへ。レイテストポーション。うわー、バカ、レイテストポーションの中。オオルフェは無駄死になんかじゃない。隠された思いは俺の中で燃えているんだ。いくぜラダマンティス、これが俺たちセイントの本当の力だ。勝てる相手ではないかもしれない。それでもオルフェの死を無駄にはできないんだ。えい、ハーデス様の前でよくも恥をかかせたな。その代償死をもって償え。レディーオン。俺のコスモよ。やったぜ！待ちなさい、7万。世は戦いを好まぬ。何？声さえもハーデス様そのものとは。バカめ！たまたま顔が似ているからといってハーデス様の真似だとして何になる。そんなことでこのラダマンティスが驚くか。シュン、控えよと言っておるのがわからんか。ラダマンティス、この威厳、この神聖さ。ラダマンティスか。ペガサスはどうした？はっ、お言いつけ通りオルフェの死体とともにコキュートスに始末いたしました。よろしい。ここまで乗り込んでくるとは八つ咲きにしても飽き足らぬやつらよ。ハーデス様は薄汚いクロスを脱ぎ捨てて今眠っておられるようだ。しかしセイントであるあのアンドロメダムはハーデス様ご自身であったとは。うん、未だに信じられん。そうよ。そもそもあのアンドロメダという坊やはアテナの忠誠を誓い、若輩ながら今まで幾多の戦いを経てきた真のセイントだというぞ。そんな男、今ここに至って何故にハーデス様だというのか。確かにハーデス様のお顔を知っている者はスペクターでもごくわずかしかいなかった。しかしそのわずかな者が今まであのカーテン越しの玉座に垣間見ていたあのお方は一体何だったのだ。まさか我々が今まで見ていた あのハーデス様は。お前たちいつまでもそこで何をしている。ハーデス様のことは心配ないゆえ自分の持ち場に戻るがよい。ハーデス様のことは私に全て任せておけ。余計な憶測はせぬことよ。よいな。はい。ならばこれからは全力を挙げてアテナを捕らえるのだ。そして紛れ込んだ残りのセイントを皆殺しにしろ。はっ。お心清らかなる。冥界の王ハーデス様、そして我が愛する弟よ。このコスモ、いきなり胸騒ぎのように感じた。このとてつもないコスモは何か。今までこの冥界に入り込んでいたセイントとは違うコスモ、しかもなんという攻撃的なコスモなのだ。まさかこのコスモの持ち主はあの男では。終わりだ。どうしたラダマンティス、だらしがないぞ。なんなら私たちが加勢してやろうか。何、お前たちは。ミーノス、マイアコス。おう、わざわざ三巨頭がガン首揃えてくれるとはありがたい。さあ、まとめてぶっ潰してくれるぞ。たった一人で我ら三人を相手にするつもりなのか。知らぬが仏とはよく言ったものよ。よかろう、教えてやるぞ、そのことの愚かさをな。待て、やらくつかイリュージョン。ラダマンティス、なぜ邪魔をした。本来なら今の一撃でカノンの息の根は止まっていたものを。そう、その方が苦しまずに済んだのですよ。コズミックマリオネーション。これはまるで見えぬ糸に操られているように、私の意志に関係なく五体が動いていくとは。あなたはもはや私の忠実な操り人形になったのですよ。待てミーノス、カノンは俺の敵だ。余計な真似をするな。私たちが来なければ今頃この男にとどめを刺されていたかもしれないもの。何、とにかく目を終わってほしい。よせ、カノンは俺が倒す。誰ですか、邪魔をした者は。あれはなんだ。これはコスモ。フェニックスだと。貴様か、フェニックス一騎。手を貸そうか、カノン。しかしお前は助けを借りるような男ではなかった。それよりも一騎よ、思いがけないことが起こっているぞ。お前の実の弟、アンドロメダ・シュンが冥王ハーデスだというのだ。シュンがハーデスだと。バカなことを。シュンは生まれた頃からずっと俺と一緒に育った。なんであいつがハーデスなものかと。ほう、お前がハーデス様の兄貴だと。ならば安心しろ。ハーデス様はコキュートスのジュデッカにて、パンドラ様がお守りしているからな。パンドラだと？まさか、パンドラとはあの時の…記憶の中で俺と思い出すこともなかったから、まさか十数年の距離よりあのパンドラの手に瞬が落ちたんじゃなかったか。しかしそうしてなぜ瞬の体がなくてもならないのか。そしてなぜ瞬フェニックスとか言ったな。いくらハーデス様の兄貴とはいえ、貴様自身は単なるセイン、つまり我々と敵対する存在だ。ならば貴様もカノンと一緒に死んでもらうぞ。一気他愛もない。貴様。そうか。分かったぞ。真剣に。あいつはそういうやつだ。何を泣く。この後に及んで泣きっ面など生じな。